どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回取り上げたい曲はこのウクレレで、本当にこうね、心込めて奏でたい、ちょっとこうファンキーでちょっとおしゃれな感じの曲いきます。はい、ドン。平井大さんのバディ、これはですね、もうすげえいいっすよ。もうラブソングなんですよ。めちゃめちゃラブソングで、ほんでね、なんていうのかな、もうすごくふんわりテイストで、聞いてもらったらわかるんですけど、これ歌がですね、まあもうほぼラップです。なんですけど、この柔らかい感じっていうか、このエド・シーランみたいなムードもすごい漂ってて、まあ、かっこよくて乗れるんですけど、まあちょっとね、難しいっていうか、難しいっちゃ難しいんですけど、そこが面白いところでもありますので、まあ、じっくり取り組んでいってください。コードはですね、結構簡単にしておりますので、歌をちょっとこうね、マスターしていけば楽しく演奏できていくと思います。はい、やっていきましょう。いつものように2バージョンですよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンはね、コード6個で、入門コード6個で収めてますんで、こっちはね、もう演奏は簡単です。ちょっと歌練習すれば楽しくできると思います。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、あのリズムです。ちょっとあのカッティングとか入って、もう濃厚に解説していきますんでね、やってみてください。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけど、もう無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う、弾き語りができるという、レッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラム、めちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで、本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあ、このプログラムここに貼ります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。昨年までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで、YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではやってまいりましょう。平井大さんのキュートでかっこいいラブソング、バディ。まずはシンプル、簡単バージョンからゆっくりとやってみます。1, 2, 3, 4。みたいなセルフィーばかり撮って夢の国へランチでもしに行こうよバレー、僕らなりの幸せの結末を僕らなりに掴もう、こっちを向いて救える世界一の相方さ、君がいればどんな願いも叶いそう。 You know this love so strong tonight, do we together forever? ずっと隣にいてだって君は僕のバディ Baby be my役割がちゃんとあって、それぞれを補って、yeah. 見よう Hey you So cute よ世界一の相方さ、君がいればどんな壁も越えれそう。 You know this love So sweet 二人ずっと離れないよ、だって僕は決めたバレー、 Ooh,
よ世界一の言い方さ、君がいればどんな願いも叶いそう。 You know this now So strong not it to be together forever ずっと隣にいてだって君は僕のバディ Baby be my さんのバディガズレレ流シンプル簡単バージョンってゆっくりめでやってみました。いやーなんとも言えないこの歌詞のキュンキュンとかもうラブですよね。これもういいですね。やっぱこれでねもう楽しくいきましょう。はい。で今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンの長さでお届けさせていただいております。主にどこをショートカットバージョンにさせていただいているかというと、まあ2番の A メロというかですね、2番のラップのパートですね、はい、を、ちょっと短くさせてもらって、あと感想のねそのソロっぽいところもちょっと短くしているんですけど、主だったところはこれ全部やっていると思うんで、ちょっとね慣れてきたらフルコーラスコード進行一緒ですね。1番のね A メロのコード進行をずっとこう繰り返すと、2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を、作ってですね演奏するとフルコーラスできるようになると思います、慣れてきたらやってみてください。ひとまずはガズレレルのシンプル簡単バージョンアレンジに、練習スタートです。動画の中に歌詞とコードが出てますからね。これね歌うのはねこのタイミングで歌うのはねまあ簡単じゃないですけど、これねここがハマるんですよ。この歌のタイミングがあった時のこの気持ちよさっていうのがありますので、ね、じっくり取り組んでいってください。1個目のゴール設定としてはシンプル簡単バージョンのガズレレ動画と一緒にできるようになったら、もうこれは素晴らしい1個目のゴール達成だと思います。おめでとうございます。できるようになったら、じゃあ次のステップできたらどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに皆さん一人だけで歌ってコードを弾いてリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からこれ歌詞とコード全部丸暗記するのは難しいでしょうから、まずは最初は楽譜的なものを見てだんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって大好きの人の前に バディの前にこう一緒に愛を語るみたいなね、そういうのがいいと思うんですけど、最初楽譜練習からスタートした方がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんですかということになると思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、このガズのノートに書き出した、これをですね今ガズを見ながら演奏していったんですよ。はい、こんな感じで書き出しております。もう歌詞を見てください。もうなんかもうすごいことになってますこれ。はい、このぐらいちょっとねラップっぽいんでもういっぱい書いてあるんですけど、これは後で、こんな風に画面にねもうちょっとしたら大きく写してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんということをシェアしようと思うんですけども、今便利なサービス始まってます。これガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたバディを含むガズが今まで書きまくってきた膨大なノート手書き楽譜のもうデータが山のようにあるんですよ。その中から皆さんがこの曲やってみたいな、この曲を憧れの曲できるかなみたいな感じで選んでいただいて、毎月5曲です。お手元にデジタルデータとして即座にダウンロードできます。この楽譜はもちろん全部ガズレレ YouTube にリンクがかかってますからね、すぐに練習に開始できるというね、そういう画期的なサービスです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベントガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ本当に。課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてますっていうか盛り上がってます。このガズレレ大学は今ねパソコンとか見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとねこれは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですねガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでねラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。バディです。平井大さんのもうラブラブキュンキュンラブソングです。いいですよこの曲。はい、見ていきます。
きましょう。ガズのノートの読み方の説明ですけど、上の段は今やったシンプル簡単バージョンです。はい。下の段はこう矢印とか、こことか、こう C7 がこうコード変わったりしてるんですよね。はい。これは、下の段に書いてあるやつはかっこいいバージョンではこの弾き方するよということになっています。はい。コードがね、ここちょっと変わってる。これが特徴的でございます。はい。ですね。今こうやって大きく写しておくので一時停止して書いてください。それかですね、今紹介させてもらったガズクラブでこのノートのデータそのものをダウンロードしてもらうのめちゃ今日は特に有効ですね。もう今日はねラップみたいな言葉が多いんで、ここのまず V あるじゃないですか、これ休符です。ここの点をね、言葉のリズムなんですよ。ここ 1,2,3,4 うんね、もうばないよなみたいな感じで、この点でリズムが問えるというね、もう画期的なことになってます。このリズムがめちゃくちゃ参考になると思います。あとはここ言葉伸ばしてたりとかね、こういうのは歌詞カードには出てこない表現なんで、今日みたいなラップっぽいのはこの言葉のタイミング大事ですから、ガズのこのノート楽譜めちゃくちゃ役立つと思います。お時間ある方は書いていってください。まずはイントロから B メロのところまで、はい、ここもいろいろ書いてあるかっこいいバージョンは、ちょっとかっこいいバージョンは今日濃厚ですからね、後でじっくり解説していきます。シンプル簡単バージョンはシンプルに4つ弾きで弾いていて、ここは伸ばした感じでしたね。はい。いいですか、一時停止で書いてください。はい、じゃあここ、サビ1。この3行をサビ1というふうにしました。はい。このね、サビの歌い回しのリズムっていうかね、なかなかすごいんですよ。はい。で、本来はここで2番の A が入るんですけど、2番の A をガズレレショートカットアレンジでさせていただいたんで、やってみたい方はここの2行のコードを書き足して、歌を書いてもらうと、フルコーラスで楽譜ができます。で、今度は B メロですね。ここも伸ばしたところですね。はい。この B メロを、2番の B メロをやって、今度は2番のサビです。はい。ここともう本当、コード進行はね、すごいシンプルなんですよ。繰り返しなんでね。歌詞が変わってきます。そして、ここ見てください。で、ここまで来たら、感想として、おなじみのこのコード進行を一回しして、今度またサビに1に戻るんですね。サビ1っていうのはさっき出てきたここなんですけど。で、この1行だけ伸ばします。シンプル簡単バージョンは伸ばします。かっこいいバージョンはここ伸ばします。で、ここからまたリズムが戻ってきて、で、ここまでやって終わり。これがガズレレリショートカットオリジナルアレンジになっております。ちょっとね、動画のテロップと確認してみておいてください。はい、じゃあ出てくるコードちょっと見ていきましょう。赤く囲ってるやつは後半出てくるコードなんで、ちょっとひとまず今は隠しておきます。はい、言っていきます。CAmF、DmG7、E7。嬉しい。コード6個でたったの。だから演奏としてはこの入門コード6個だけなんでめちゃくちゃ簡単。今映ってる6個はですね、これね、6個もあるなと思わないでください。これは入門コード。ガズレレではもう毎度おなじみの入門コードのグループ。これのグループです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かという、このちっちゃいウクレレで、楽しく音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、これね、入門コードなんで1個ずつ見たらどれも簡単なんですよ。ただし、いっぺんにですね、10個覚えるってなるともう頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう。すごいいい動画撮ってます。ここにそのいい動画のリンク貼っておきます。この動画見たら楽しく10個のコードを覚えられますから、ぜひね、見て覚えていてください。今日その中の6個です。細かい柔らかいこの10個は覚えてもらいたいんですけどね。はい。今日はこの6個でやっていきます。そういうわけで、かっこいいバージョンにこれからもう説明入っていこうと思うんですけど、まあ、その前に、かっこいいバージョンに行く前に、今日こそはですね、このシンプル簡単バージョンの4つ弾きで、歌をですね、しっかりマスターしておかないと、この後ね、悶絶レベルにドーンとレベルアップしますけど、かっこいいバージョンは今日ね、結構来てますよ。やばいですよ。楽しいけど難しいです。はい。で、そこリズムが難しい上にその歌を歌うわけですからね。まずはこの4つ弾きで歌えてないともうとてもじゃないけどね、弾き語りはちょっと難しいと思いますね。まずは歌をしっかり聴いて何回も聴いて言葉のタイミングを確認してマスターしてください。そしたらかっこいいバージョンの練習入っていきましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコード2つ追加ですね。まず1個目、Fマイナーです。はい、Fマイナーですね。押さえるとこ、ここと、こことここだよということ、こんな風になってる、この3つなんですけど、あともう1個あります。はい、ここ。Gm7。Gm7 というのはこことこことことで、どっちにしてもこの Gm7 と Fm ってちょっとね、すごくね、分かりづらいコード代表なんで、この2つのコードですね、以前めちゃくちゃ詳しく解説してる、特別にそれぞれの解説動画っていうのを作ってるんですよ。ちょっと再生リストになってるんで、そこからですね、ちょっと今リンクあります、ここにね。ここに行ってもらってですね、Gm7 と Fm の濃厚解説レッスン動画あるんで、ちょっとよく分かんない、このコード押さえ方どうするのって方、そこで見てもらうといいかもしれません。このコード、2つのコードを足して、かっこいいバージョン入っていこうと思います。で、今日ここからリズムなんですよ。やっぱ一番来てるのは。今日一番やばいのはリズムです。今日出てくるリズム、こちらです。ドーン。8ビートのチャとカッティング、シンコペーション。これが混ざったリズムでございます。
これはね、今日悶絶ですよ。はい。この今映ってる3つの弾き方の解説、ここにリンク貼っておきました。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚なんですけど、それぞれのね、レッスン動画、濃厚レッスン動画がね、もうね、そこにアップロードされてるんですよ。もうね、濃厚にアップロードしてますんで、これをじっくりそこのところでリズムの勉強してもらいたいんです。今日はこれの合わせ技なんで、悶絶です。まずね、ちょっとこれを解説していこう。まず、イントロからこれが出てくるんですけど、このパターンを覚えちゃうと繰り返しなんでね、これはだいぶいいと思います。まずちょっとこのイントロのこのコード進行を見てください。C と E7 の間に矢印マークがあります。Am と Gm7 の前にこう矢印マークがある。これシンコペーションといってリズムがズコンズコンと前に来るリズムです。ちょっと何も考えず、8ビートでこれをやってみれば、ゆっくりやってみますよ。C、E7、Am、Gm7。こんな感じですね。じゃあここに、チャを入れてみましょう。いきます。せーの。ここまで OK ですか？リズムが食い込んだでしょ？アップで、例えば CE7 だったら E7 はアップになるんですよ。C からアップで E7。これがシンコペーション。Am から Gm7 アップ。はい。ここがシンコペーションのまず入り口なんですけど、今日はここにカッティングが加わります。そうするとどうなるかやってみます。これはですね、カッティングという技です。はい。今ね、カッカッって言ったでしょ。これは左手ね、押さえずに弦触れるだけです。触れといて、そこをってやるんですね。はい。そうすると、チャッ、チャッ、こんな感じです。これ、図で表すとこういう感じにしています。はい。ちょっといきますよ。じっくり解説すると、まず C は白で表してますね。で、弾くところは丸、バツはカッティング、星はチャです。いきますよ。C、バツ、バツで、次 E7、アップで E7 だから、ここから青に変わります。C、バツ、バツ、アップ、ツッ、チャッツ。はい。星があるでしょ。この星はチャですからね。C、ツッ、ツッ、E7、チャッツ。後半は Am、Gm7 ですから、Am、Gm7、チャッツ。これが基本パターンです。ちょっと、もうちょっとこれ、この繰り返しやってみます。せーの、チャ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 ですね。これガツさんすげえ簡単そうにやってますけど、多分皆さんめちゃ難しいと思います。このカッティングっつうのはね、このタイミングよく音を止められないんですよ。ほら、すごいでしょ。どこで止めてもいいんですよ。これはここ止める場所はね、どこでもいいです。ちょっとガズさんは今分かりやすくこっちの本まで行って止めてましたけど、ここで止めてもいいですよ。でもいいし、とにかく音がパッと止まって、そこでカチャッとできる。これがね、カッティングの難しいところです。次、後半コードが変わります。次は F と C と Dm と Fm。これでやってみましょう。そうすると同じです。弾き方は。F、C 書いて、Dm、アップで Fm。こんな感じですね。で、これが交互にやってくるっていうのが今日メインのリズムです。ちょっと繰り返しやってみましょう。せーの。かっこいいでしょ？これがですね、ずっと続くんですよ。で、この中でさっきの難しいラップ、平井大さんのラップっぽい、ちょっとこう、ラブリーな歌詞をですね、歌っていくわけですから、なかなかこれはもう相当ね、脳トレ要素がめちゃ高いですね。ちょっとこれ、ちょっとね、繰り返してみましょう。ワン、ツー、サン、はい。猫、笑いようない、あれであれ、かまっちゃう、さり、ぬの、もたりたいほど忙しいの、エガンちゃう、さり、こんな感じですよ。これはなかなかですよ。とにかく歌歌うだけでも難しい。このリズムを弾きながらね、やるわけですよ。はい。皆さん、ここはちょっとこれずっと繰り返して、もうね、もう修行僧のように、ね、やっていただけると、体をこう、リズムキープ難しいですからね。で、じゃ、やっぱりちょっと跳ねてる感じがあった方がいいと思うね。どっかで。
このキレがいい体の動きでこのリズムをちょっと高めていくのがいいです。これがもうね続くんですよ。あのサビもこのフレーズなんです。これはもうねもう練習あるのみでございましてですね、体に叩き込んでやっていきましょうということなんですけど、でじゃあ次どんどんいきましょうね。僕らなりの B メロのところはちょっと不思議な、これあの伸ばすんですけど、これちょっとこのテロップ見て、これ B メロ、僕ならりの幸せのところ、1弦の3フレットを押さえたまんまって書いてあるんですけど、これがかっこいいのところです。で、シンコペーションマークが書いてあって伸ばすでしょ。これ伸ばした上に、1弦の3フレットをずっと押さえたまま、どういうことかというと、C は1弦の3フレットを押さえてるからいいでしょ。F も、F の時もここ押さえたまんまですよ。はい。で、次 G7 の時もここ押さえたまんまなの、C は。はい。そう、まあこれコードネームで言ったらこれは G7 サスポっていうことになりますけど、 C と F を押さえてる時もずっとここを離さない、小指とかで押さえておいて、小指がいいね。 C から F、G7、 はい、ここちょっとやってみると、せーの、僕らなりの幸せの結末を僕らなりに掴もう、こんな感じになります。すごく響きいいでしょ。でこれシンコペーションで伸ばすっていうのがなかなか慣れないんで、リズムよく聞いてて、せーの、3、僕らなりに幸せの結末を僕らなりに掴もう、こっちを向いてと入っていきます。ここはですね、このシンコペーションのタイミング、伸ばしている時のシンコペーション、これはですね、雲をも掴むようなこのリズムを体で取ってないとなかなかちょっとぴったり合わないと思うんで、ちょっと修行しながらやってもらいたいんですけど、コードの響きいいでしょ。 C を弾いて F を押さえたまま C を押さえといて、G7 を押さえたまま1弦の3フレット、ずーっと、つまりここは離さないんだよ、ここは離さずに F の時も G7 の時もここは離さない、これがこの広がりを持たせる、裏技でございます。はい、そして、またサビに入っていくんですけど、サビと間奏もずーっと最初のこのメインのこのメインリフっていうか、このループのところのやつに戻るんです。これをただ今日は弾けたらですね、もうできたようなものでございます。はい、これはグッドラックです、皆さん。じっくり、これすぐにはできないですよ、このリズムはね。なんでね、頑張ってください。前向きに行こう。はい。これは楽しいです。できるようになるとめちゃくちゃ楽しくなるんで、ぜひ、じっくり時間をかけてですね、挑戦していってみてください。でね、これでも説明はね、終わりですね。シンプルなんですよ、すごい。だから、2パターン出てくるだけなんだな、この曲は。コードも、だから、まあ、この Gm7 と Fm に変わりはするけれども、構成としては2パターンでこう展開していく曲で、途中サビでね、戻るところは、また伸ばすっていうのがあるんですけど、この、そうだ、伸ばすところでまたここのね、サビ、繰り返して戻ってきたサビのところも伸ばす中でのシンコペーションなんで、ちょっとリズム難しいかもしれない。で、あとはいつもこのテクニックとかこの、ね、リズムの解説もするんですけど、もう同じように歌詞の中身、歌の世界観、平井大さんが伝えたいこのね、ラブリーなこのワールドっていうかですね、やっぱりもう実感、体感してですね、もう共感して、もう心を込めてこう歌う、これがやっぱ大事、お好きな人を思い浮かべて歌うのがやっぱ大事なんじゃないかなというふうに思います。さあ、それではやっていきましょう。平井大さんのキュートなラブソング、バーディーガゼレレレかっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3,4。犬の手も借りたいほど忙しいのに映画にちゃったり、スペルジャスピンが恋に落ちたみたいなセルフィーばかり撮って、夢の国へランチをしに行こう、バディ僕らなりの幸せの結末を僕らなりに掴もう、こっちは向いてすぐ寄せ返し君がいればいいな、願いもがない、 So you know this love so strong tonight we'll be together forever ずっと隣にいてあって君は分からばれ Baby be my body We'll be my body、 それぞれに役割がちゃんとあって、それぞれを補って、yeah、 妙な言う即よ世界一の相方さ、君がいれば泣く壁も越えれそう、 You know this love so sweet that it will be together forever、
ずっと離れないよ、だって君は僕のバレー。こっちは向いて僕寄せ一枚片さ、君がいればどんな願いもかない。そう、No it's not so strong Money to be together forever。 ずっと隣にいて、だって君は僕のバレー。 Baby be my body、 Really be my body。せーの、平井大さんのバディ、ガズレレ流かっこいい場所やってみました。これはですね、なかなか高難度だと思うんですけど、これはね、できるようになってくるときっともうめっちゃ楽しくなって夢中になっちゃうと思いますね。ちょっとね、すぐにはできないですよ、もちろん。これはね、すぐできる人がいたので相当な腕前だと思います。はい、じっくり時間かけてこの空間をね、楽しむようなスタイルの曲だと思うんですよ。はい、ゆったりと取り組んで、このラブソング、なんかこう硬くならないね、柔らかくこれが表現できるように、イメージして演奏するのがキーポイントだと思います。トライしてみてください。緑黄色社会のメラ、ガズレレ式超簡単アレンジバージョン、ショートカットアレンジバージョンの中でもかっこいいバージョン、長いねタイトル、やってみました。いやー、もうかなりエネルギッシュ。この中の曲の中でさ、速くなったり、おとなしくなったり、なんかこう、ドラマティックというか、抑揚がすごいやっぱうねりがあるんで、そういうところをうまく表現すると、またさらにね、ドラマティックなムードが高まるんじゃないかなというふうに思います。これテンション結構ね、こう、パワフルな感じでいきたいからね、その辺ちょっと意識してやってみるといいと思います。知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんなこんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンで両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。